私ね海に行ったことがねか、うん、高校入ってから海に行ったのが大学1年の時になんかバイト仲間と海に行った1回っきりなの高校から STU 入るまでの4年間で高校の時にだから1回も海に行かなかったし大学に入っても 唯一海に行ったのがそれそう唯一そうみんなで結構めっちゃ何人行った50人ぐらいで行ったどこの海なんだろうでも広島の海だったへえー、その写真見たって何みんな怖ーい。 そうなの見たのじゃあその時の写真です。それは <laughs>。私が4年間で唯一行った海の写真です。イェーイって。でもなんか、その日が一番私って、あ、なんか普通の大学生って毎日海行ってるのかなって思った。なんか、そう。え、なにみんな見てんのそんなに。なんか怖っ。怖っ。 やばそうなのじゃあ多分それです <laughs>。多分それです。私がすくみずとか着てないんだったら多分それ。それ <laughs>。なんか話が早い。見たことあるなら話が早い。それが、そう。唯一言ったやつ。そう。その日は、 海に行ってバーベキューをしました。うん。すごいよね。だから、なんだろうなぁ。すごいなぁ。と思った。あ <laughs> そう。あんまり、さ、友達と海に行こうよとかしなくう一日パリピタイ。もうそんな感じだった。だって海行ってバーベキューするってなんかさ、もう私は、 なんか海行きますなんかねグループがあってなんか「海行きますなんかバーベキューをするよ」って言われた時点で「パリピじゃん!」って思ってたのずっとそうええと思ってそうなんか一日パリピ経験みたいな感じだった <laughs> はいあゴミは持って帰ったちゃんと リア充名。もう一日だけね、そう。パリピリア充だった。リアルに充実したあ。そう。でもその日だけ。特に。年中パリピかと思ってた。うー、んうん。 そんなことなかった。夏休みはだって、あの、売り子してたし、そう、和楽器吹いたり、なんか、なんだかんだ実家にも帰れなかったし、うん。あとはビールの売り子以外にも結構アルバイトしてたので、そう、お金稼がなきゃ、なかなか家帰れなかった。うん。 あ、謎が解けた。なにみんな、そんなに、見せて謎だったの <laughs> 面白い。そうなんだ。じゃあ私が、バリピの瞬間です、それは。決定的な一枚 バイト仲間で海って素敵だね,ね。なんかそれだけでさ、バイト仲間と海に行ってバーベキューしましたっていう一文だけでさ、なんかあれだよね。えー、めっちゃ楽しんでんじゃんって感じじゃないその一文だけで。そう、それが <laughs> 4年間で1回です。 ただその時は、そう、私まだ19とかだったから、なんかずっと <laughs>、ずっと炭酸ジュース飲んでた。と本当の。本当のって何 <laughs> そう、法律的にまだ飲めなかったのに。うん